大胆、君。大胆。僕が目覚めた建設途中のビルに逃げ込む。スクランブル交差点から近く見つかりそうなものだったが、彼らは誰一人追いかけてこなかった。ユウは慣れた足取りで建設途中のビルを登る。8階に行き着くと足を止め、息を整えた。ここなら向こうの様子は見られるし、安全だよ。ゆうちゃん、大胆だね君、意外と。ユウ、お前、何もこんなところまで逃げ込む必要ないだろ。え、それとも二人きりになりたかったのか？必要あるよ。疑われてたんだよ、京介。わあ、なんか頼れるお姉さんみたいな顔になってる。そうだけど、あのままならどこかに閉じ込められてたよ。それでもやりすぎな気もしたが、ユウは僕の身を投げ打って、自分の身を投げ打って僕を助けてくれたのだ。責めるのは違う気がした。そうだな、ありがとマイハーニー。う。どういたしまして。わあ、かわいいな。このままユウちゃんと二人で世界の果てまで逃避行したいぐらいだ。ユウが状況にふさわしくない優しい笑みを浮かべた。僕はいろいろなショックがないまぜになって、とても笑う余裕なんてないが、ユウは案外こういう時こそ頼もしい。ユウちゃんのいい頼もしいところが見えて、俺は幸せ幸せだよ。ユウちゃん、結婚してチューしよそれじゃ、しばらくはここに隠れてようか。着の身着のままってわけにもいかないし、生活の準備いろいろしないとね。う。そうだな、食べ物も何もないし。すべてホテルのロビーに置いてきてしまった。8階はすべての方面にガラスがついており、落ち着ける場所だった。いや、レインボーシックスシーズだったら落ち着けないですね。なんで、だってグラスの外からヒーってなんか降りてきて、そっから歌えるから落ち着けないですね、これ。レインボーシックスシーズだったらもうこっちから来るかもしれんし、こっちから来るかもしれんし、こっちから来るかもしれんし、もう階段登って降りてくるかもしれんし、レインボーシックスシーズだったら落ち着けません。なんならこっちの壁も突き破ってきそうですね、ブリーチングチャージとかで。僕が目覚めたのは確かもっと上の方で、ビューの半分しかグラスがついていなかったはずだ。安心したからか、ギュルルと腹が鳴った。いや、ギュルルじゃないな、グルルルル、違うな、オルルルル。え？京介、お腹減ったの？減ったよ。減ったよ、ゆうちゃん。お腹すいたよ。恥ずかしながら少しだけ。もうしょうがないな。これあげるよ。ゆうちゃん、ありがとうやけどさ。ありがとうやけどさ。そんなもんお前ポケットの中に入れてたの？ それはどうかと思うよ、ゆうちゃん。カロリーバーが。バーじゃないぞ、これ。あ、これ、あ、箱か、これ。箱か。そうか、そうか。カロリーメイト的なやつの箱ね、これ。びっくりした。カロリーバーなのになんでこんなさ、食パンみたいな薄っぺらい感じなんて思ったけど、これ箱やな。よかった。 びっくりした。 ゆうちゃんがポケットに直で食パン入れとんかなと思ったお前。 天然ドジっ子にも程があるぞ、お前。夜になったらスーパーから食べ物取ってこよ。そうだな。ああ、よかった。 うわ、違う。君ちょっとさ、突然隣に寄ってくるのやめないか。いいけどさ、いいけどさ、びっくりした。またこれ前にも見たぞ。近い。でもね、このゲームね、俺が近づこうとしたら、ゆうちゃんが離れていくんだよね。遠距離を保って離れていくんだよね、このゲーム。残念ながらね。そういう感じの仕様になってますね。触れられたいな。もっと近づいて、まあ、ゼロ距離で見たいんだけどね。あと、手が出てきて触れたりでできんかな。アップデート頼む。暗くなってきたので、
階段に移動し横並びに座った。あ、それでこういう状況。なんか近いね。いやお前前にベッドで横になっただろうが、似たような距離だよお前暗いんだから仕方ない、我慢してくれ。肩がぶつかり合ってんのかな、下がり合ってんのかな、無理に当ててくれないかな。いや我慢とかそういうんじゃなくて。ゴニョゴニョって言うてる。今何時？まだ夜の7時。みんな飯食べてる頃合いだな。10時くらいになったら外に出よう。そうだな。ユウが少しこちらに寄ってきて体が少し触れ合う。わあ柔らかいな。わあもうちょい密着していいんだよユウちゃん。やっぱり11時くらいにしようか。なんだそれあともう1時間ちょっとこの寄れそう時間を楽しみたいってことが分かったぞ。俺もそういう気分だぞお前。10時でも十分だと思うけど。この1時間の差が命取りなのですなんだそのですわ、なんだそのお前はですわそうなの。まあ11時でも全然構わないけど。なんだ10時から見たい番組でもあるのか。それまで少し話そうか。話せなくてはいけないことは山ほどある。これからどうしようか。あ、そういうのは今禁止で。はい。どうしてだよ。今はただ楽しくおしゃべりしたいの。そう、こう横に並んで横に座って話す機会なんか実はなかったのかもしれない。幼馴染ゆうちゃんもなんだかんだ京介のことを気にかけてくれているのか。そんなことを言っている場合でもないと思ったが、確かに安全は確保されている。一息ついてもいいタイミングかもしれない。わかったよ。何の話する？え、体の成長の話？ゆうちゃん、おっぱいのサイズどれぐらいになった？わ。じゃあ、私のお姉ちゃんの話。お姉ちゃんの話？あ、ちょっと気になるな。ゆうちゃん、そういや、お姉ちゃんおるみたいな話しよったな。本当に全然関係ないところに行ったな。なんだい？美人なのかい？ボインなのかい？そっちのがいいでしょ？確かにさ、幼馴染の姉とかさ、結構なんかすごい近いところにおるような存在やけんさ、意外とね、気にしてしまうんだよね。俺そういう経験ないけど。3時間ほどおしゃべると、すっかり喉もカラカラになり、空腹も限界であった。後半はおしゃべりというより、遭難者が寝ないように声かけし合っているかのようになっていた。え？これお姉ちゃんの話は？お姉ちゃんの話は？その日は食べ物の備蓄や生活用品などを徹夜で揃え、気づいたら眠っていた。目が覚めた。あ、カップヌードル。いや、ガンまでちゃんと用意してきてる。あ、今ならちょっとぐらい触ってもいいのではないだろうか。でも触れません、このゲームのシステム。もどかしい。というより、背中の違和感に起こされたって方が近い。見覚えのない風景に思考が追いつかない。じゃないわ。一瞬驚くけど、黄色のことを思い出し冷静になった。背中の違和感の正体は寝ていた床だ。どうやらシーツの上で眠っていたらしい。コンクリの上で横になっていたのとほぼ何も変わらない。辺りを見渡す、雑多に物が散らばっていた。8階だから運ぶのが大変で疲れて寝てしまったのだった。まだまだ足りないものが多い。とにかく水が必要だろう。しかし昼間は動けない。
時計を確認すると13時だった。めっちゃ寝てる。休日の俺かよ。危な。僕らの捜索隊が組まれてここを調べられていたら一発で終わりだった。ユウのポケットからデジカメを取り出し起動する。勝手に取り出していいのかい。どの辺にポケット、どの辺、ポケットに手を入れたってことはちょっとお尻のあたりに触ったんじゃないの。ユウ京介お前スケベだな。窓からスクランブル交差点に向けてズームを聞かせる。あれみんないるな。マジで。ああこっから見えるんじゃテーブルのあたり。ほうほうほう、5人で話し合ってんのか。神谷、諸住、町工事、ロー、二階堂、5人全員が揃っている。神谷のそばに諸住とローがいて、町工事と二階堂は机を挟んで反対側にいた。こういう構図の組み合わせになったのか。なんか神谷はローのことをもう幼馴染だと思っとって、もうローについとるような感じになっとる。そしてその神谷に諸住がついとるような、そんな感じなんだろう。町工事が身振り手振りで何かを訴えている。何か揉めてるのか。これはもしかしたら京介くんが犯人か、犯人だと思う側と、まだちょっと決定には早いんじゃないかと思う側みたいな感じかな。ゆうちゃん起きる？背後からゆうの声がする。どうやら起きたようだわ。お楽しみの時間はここまでか。おはよう。ちょっとだらしない声を出てるよ。デジカメ。ああ取っちゃった。ごめんな。何を取ったんだろう。結構みんなの写真とか撮ったんじゃないの。もしかしたらモロゼミのおっぱいのあたりとか。見た。見ました。え、何を。なんでもない。何を撮ってたんだお前は。結構やばいもん撮ってたんかお前。デジカメで何か見せられないものでも撮っていたのだろうか。なんかみんな揉めてるみたいだよ。え、そうなの。何撮ってたんだ。ユウがデジカメでスクランブル交差点を見る。カレンちゃんとソータくんがいないね。あれどっか行ったんじゃ。ああ、じゃあどこか行っちゃったのかな。もしかしてこっちに来たりして。大丈夫だよ、入り口に罠仕掛けておいたから。なんだ罠ってなんだお前は。罠ってリージョンの毒針みたいな感じか。リージョンの連邦シックスシージかお前また。あいかんな、最近連邦シックスシージにハマりすぎて連邦シックスシージで例えてしまうよ。罠って京介が寝てる間だよ。一人で大変だったんだから。たくましいな。たくましいな。危なくないやつなんだろうな。平気平気、物音で侵入者を知らせるだけのものだから。そんなもん作れるの。それならいいけど、お前たまに度が過ぎるからな。そうなの。後ろから脅かして今日すっげってドンって背中押したらさ、そのままの勢いで田んぼ落ちたとかあるんか。東京に田んぼってあるか。ユウは明るく話しやすいのだが、僕に対して過保護なところがある。どうして僕のことを心配しているのかわからない。そんなに危なっかしいだろうか。ユウちゃんからもしかして弟のように見られてるのかな。昼間はやることないしぼーっとしよ。えらいのんきだな。うん、怠け者の発想。これからどうするかとか考えないと。それはまた今度。昨日徹夜で疲れちゃったよ。
ちょっと座って話そう。まだ話すのかお前。わかったよ。これからのことについて考えなくてはいけないという気持ちがあったが、なんだかユウとの会話が心地よくて、今の時間に浸っていたい気持ちが大きくなっていた。この世界に来てからずっと緊張していたその糸が、この子に来て初めて緩んだ気がした。ああ、ユウちゃんという癒し、最大の癒しだよ。なんだか時間過ぎるのあっという間だな。気づけば夜になっていた。なんか懐かしいよね。何が？最初は私たち二人だったんだよ。あ、そうか、幼馴染のグループか。一番最古の幼馴染。小学生の頃か。そう言われてみればそうだったかもな。二人が出会ってからこそ始まったこのグループ。次に町工事と友達になったんだっけ。そうなんじゃ。ああ、うん、そうだったかも。覚えてないのか。あ、まあ町工事との出会いはそんなにいいものじゃなかったかな。神谷と友達になってからは早かったな。懐かしい。それが一体どんな因果でこうなってしまっているんだろうか。そろそろみんなの元に戻る方法を考えないとな。ねえ、京介。ん？なんかちょっとさ、みんなの元に考える方法を考えないとなって言った後のさ、ゆうちゃんの顔がちょっと目が細まったような気がするんやけど、気のせいかな。ずっとここにいない。そういうことか、お前。もうみんなのところに戻らないで二人でいようって思っとった感じか、お前。え？ここでずっと過ごすの。私と喋って、この広いフロアにいろいろ持ってきて、部屋を作って、楽しそうじゃない？ああ、楽しいかもしれんけど、何よりゆうちゃんと一緒に入れられるとかにいいかもしれんけど。それは。確かに優斗の日々は楽しい。リラックスできる。こんな毎日が続けばいいと思う。しかし、こう日々は決して永遠ではない。ただ、現実から目を背けているだけだ。楽しいかもしれない。けど、僕はみんなでいることに意味があると思うんだ。だとしても危険すぎるよ。私たちが逃げてきた理由、京介は本当に分かってる？分かっとるけど。私たちの中に殺人犯がいるかもしれなくて、ユリアちゃんとテツくんがいなくなっちゃって、なのに京介にはアリバイがないんだよ。疑われちゃってるんだよ。だからってここに居続けるのは。居続けて一緒に。あ、なんかユウちゃんの弱いところを見た気がする。ユウは少し震えているように感じた。ああ、こんな状況になってみんなから疑える京介を見て、みんながすごい豹変したかのように見えとるんやな、ユウちゃんには。それが怖いんだろうな。私は京介と一緒ならそれでいいの。それだけでいい。わ、運命的な幼馴染じゃ。これは運命的な幼馴染がおるわ、ここには。別にみんなにどう思われていようが、京介が何をしてたって構わない。え、じゃあゆうちゃんの裸の写真とかばらまいててもいいな。私は京介と一緒にいたいだけなの。こういう時間をずっと続けていきたいだけなの。わあ、京介思われてるな、ゆうちゃんに。こんな幼馴染の女の子がおったらもうすぐ結婚しちゃう。すぐ結婚しちゃう。大事にしたくなる。ゆう、どうしてそこまで。好きだからに決まってんだろ、京介。怖いからだよ。あ、そう、違うんすか。違うんすか。違うんすか。京介がみんなにひどいことされたりしないか不安なの。だからこそとっさに腕を取って逃げ出した。きっとユウは
今すぐ戻っても事態は好転しないと感づいていて、僕を引き止めているのかもしれない。このまま無策に戻ることを警戒するユウの考えそのものは否定できない。納得できた。わかった。もう少しここにいるよ。でもやっぱりいずれは戻らないといけないって思う。キヨスケ、でも大丈夫。戻ってもひどいことをされないよう、これから少しだけ時間をかけていろいろ考えてみることにするよ。ユウはどこか寂しそうにうつむく。なんだろう、なんだかんだユウちゃん、キヨスケと二人きりになれるこの時間っていうのを待っていた感じがあるんだろうか。そんだけだいぶ昔から付き合ってきたユウちゃんとも関係が薄れてきていたのか、キヨスケは。ビルの中へ逃げ込んで2日が経った。いまだにこの場所が特定された様子はなく、僕とユウは比較的のどかな時間を過ごしていた。ここのところのみんなはスクランブル交差点に集まった後、二手に分かれて行動しているようだった。神谷が指揮を取っているみたいだ。探しに来とんかな。一応、あ、牛乳が机の上に置いてある。朝は牛乳派か。わかるぞ、カルジンは大切だからな。もしかしたら捜索隊かもしれない。一応警戒はしておこう。キヨスケ、ご飯できたよ。嫁やん、もう嫁やん、その言い方。奥さんや。もうこの場所がさ、ちゃんとしたさ家だったらよかった。ちゃんとした家だったらよかったのに。呼んでる、奥さんが呼んでるわ。キヨスケくん、ありがとう。幸せな夫婦の朝やん。でもカップラーメンなんだ。でもカップラーメンなんだよな。わ、すごい綺麗な目でじっと見てるけど、その見ている先カップラーメンなんだ。手料理が食べたいな。逃亡生活やけどな、しょうがないけど。ユウに声をかけられ、キャンプ用の椅子と折りたたみ式のテーブルで作った簡素な食卓に向かう。ご飯といってもカップラーメン、カップ麺だけど、コンビニの冷蔵庫に電気が通っていない以上、食べ物はこういった保存の効くものだけ。ソルトって書いてある。塩味なんじゃ。塩味の見た目じゃないなこれ。チキンラーメンみたいな色してるやわ。どう見ても塩味っぽい感じじゃないな、なんか。どっちかっていうとじゃあ醤油に近いか、色が。水やお湯を沸かすだけのガスコンロなどと一緒に、初日の夜にいくつか溜め込んでいた。あれ、なんかこのカップ麺普通と違うような。うん、確かに塩、確かにさ、塩味のソルトって塩味の割には塩味のラーメンっぽくない色をしているんだよな。パッケージは塩味のカップ麺なのに、スープはクリーム色だし、なんとなく濃厚そうな香りが漂っていた。お、気づいた？かわいいドヤ顔。私特製のちょい足しグルメ。お、塩味のカップ麺をホットミルクで作ってコンソメを溶かすとシチューっぽくなって美味しいんだよ。マジで？なんかツイッターで見たことあるな。なんか塩味のカップ麺をホットミルクで入れると美味しいんだよみたいな。なんかツイッターで見たことある気がする。なんかそういや、コンソメは知らんけど。へえ、知らなかった。かわいい声だから君は。奥さんに欲しいわ、奥さんに欲しいわ。ゆうちゃん、この笑顔も可愛いし。確かにこの香りはクリームシチューっぽくて食欲がそそらえる。牛乳もこのままじゃ悪くなっちゃうし、使えるうちに使っておこうかなって。そうか、なるほどな。冷蔵庫がないもんな。牛乳なんかすぐに傷んでしまいそう。飲んだらゲロゲロゲロってなる。あ、味にアクセントつけたいなら黒胡椒あるよ。何この黒胡椒の立体感。立体ゲームの中でもなんか黒胡椒の立体感だけなんかさ、面白い立体感しとんよこれ。あ、なメッセージウィンドウとかぶるだけ、かぶっとるだけになんか立体感が。ちょっと笑えてくる、この黒胡椒の容器だけ。
トンとテーブルに置かれた黒胡椒の小瓶。好手際の良さに思わずうなる。ユウって昔に比べて随分家庭的になったよな。え？なんかお母さんみたい。確かに母性感じるわ。なんだかんだでここにあの逃亡を進めたというか京介の手を引いたんユウちゃんやもんな。そうかな。なんなら今からでもお嫁に行けよ。あれ京介、お前幸せもんやな。ユウは顔を真っ赤にしてうつむき、何かを言っている。でもよく聞こえない。やめろお前、ラブコメの主人公みたいな感じの耳の悪さ。お前もういっか、いただきます。このまあいっかって言えるあたりさ、京介くんお前羨ましいな。どうぞ召し上がれ。召し上がります。ユウの作ったシチュー風カップ麺は確かにパンチが効いていて美味しかった。昼食を食べ終えると基本的にやることはない。ユウの提案で明るいうちはビルの外に出るのは控えていた。みんなと鉢合わせするリスクが高いからだ。そうやな。だったらさ、チチクリあいちゃいなよお前、チチクリあいちゃいなよ。これ後ろ背中がら空きだよ今。ゆうちゃんの後ろから抱きしめてあげてもいいんだよこれ。でも今後どうするべきかを考える時間には使える。昨日なんかはゆうと喋っているうちに日が暮れてしまったけど、今日は念のため状況整理に費やそうと考えていた。頭の中で影山が消えただろう前後の状況やみんなのアリバイをまとめてみる。アリバイか。ライブに来とったのはどのメンバーだったんだろう。全員は来てなかったんかな。来てなかったって言おうたな。なんかわあ、ちょっと前の話やけんな。収録側の時と第三者と違う日やけんな。だいぶ離れたけんな。他のメンバーはどんなことしよったかっていう言おうっていうのは気がするんやけど、細かく覚えてないよな。でもやっぱり僕には明確なアリバイがない。こればかりは客観的に考え認めるしかないだろう。どうにか証明する方法はないだろうか。難しいな。一方のユウはデジカメでみんなの様子を監視していたり、ドキドキフロアをうろうろしてはシャッターを切っていた。近くの家電量販店でデジカメ用のモバイル充電器を手に入れてきたようで、電源なしでも充電ができるらしい。ほう。さすがは写真部、そのあたりの知識量は誰よりも豊富だ。めっちゃ撮ってるやん。何を撮ってんだ。そんなに珍しいもんここやないぞお前。ふとユウが写真やカメラを趣味にしたきっかけを思い出した。なんだ写真ね。自分の兄がジオラマとか撮ってるとかそんな感じ。あれは確か小学生の時だったかな。ユウには自分よりもよくできた姉にコンプレックスを抱いていた時期があった。よくできた、ユウちゃんよりもさらによくできたお姉さんとか俺のめっちゃ美人だかな。ユウちゃんにのめっちゃ美人なのかな。自信喪失に陥っていて元気のなかったユウに僕は写真やカメラという趣味を勧めたんだ。そうなんじゃ。わ、そりゃ使えるぞ京介くん。つまりさ、自信喪失しとった自分を助けてくれたが京介ってことだろう。そりゃ惚れるわお前。中学校の時にそんなさ手を差し伸べてくれる存在と出会いとか、そりゃ惚れるわ京介くんお前。そうか。でもなんで写真とカメラ勧めたんだろう。ユウは明るくて行動的だけど、一方でかなり繊細でナイーブな子だと勝手に感じていた。でもそれには理由があって、ユウは昔から綺麗な景色が美しい構図、自然界の中に偶然生まれた黄金比のようなものを見つけ出す観察眼に長けていた。京介
ビルとビルの隙間。何このゲームに、アドベンチャーゲームにありそうな感じ。ゼルダの伝説やん、こんな。ゼルダの伝説にありそうな感じの風景やん、こんな。雲と太陽が綺麗に重なってるでしょ。なんか不思議な感じだよね。なんかこう聞いたらさ、ちゃんと小学生っぽい声になってるよな。若干今の声よりは幼いような声、若干違いがあるような気がするな。声優さんの読み、なんか演じ分けがある、ちょっと分かるような気がする。すごい、この螺旋階段すごい。上から覗き込むと昔の貝の化石みたいに見える。今のすごいの言い方、なんかサーバルちゃん思い出すな。なんだっけ、アンモニウムだっけ。きれい。アンモナイトって言おうとしてんだろうか。言われてみれば確かに綺麗と思える景色や構造、誰よりも先に見つけてきたのがユーダ。だからこそ僕はそれらを切り取る方法、つまりカメラを趣味にしたらどうかと勧めた。わ、いいアドバイスだ。それからユーはみるみる写真の技術を高め、子供が参加する写真のコンクールでも佳作を撮るなど頭角を現すようになった。あれのようにはなれない、でもあれではなれない自分になれる、その自信が今の優を築き上げたんだと思う。それはすごいこと。それに気づいたっていうか、アドバイスできた京介くんも京介くんがすごいと思うな。しみじみと過去を回路してるかなと、優は突然そわそわと体を動かし顔を真っ赤に染めた。ねえ京介、なんでさっきからずっと私のことを見てるの。可愛いから今やってんじゃん。ああごめん。敏感だな、視線に敏感だな君。なんか楽しそうに写真撮ってるユウを見てたら懐かしくなって。懐かしい。今の言い方ちょっと可愛かった、面白かったな。懐かしい。昔は僕もユウの撮影によく付き合ってただろ。そういえばそうだね、ロケハンロケハンって意味も分かってなかったのに叫びながらはしゃいでたっけ。懐かしむようにユウは言った。絶対に入っちゃいけなそうな取り壊しが決まってるビルの中とか平気で忍び込んだりしてさ。あったよね、後で現場の人にすっごい怒られたやつでしょ。子供っぽい遊びだったよな。よくあるな、子供、田舎の子供がよくやる。中に入った途端はぐれちゃって一人で探すの大変でさ。でもその時、あれ？ん？一人？いや、違うような気がする。ユウと僕、そしてもう一人、他に誰かがいた気がする。え？なんだ？今の髪飾り何？髪飾りか？そうそう。なんか頭に衝撃が。ズキリと頭が痛む。霞がかってってかな？そのもう一人が誰なのか全くわからない。思い出せない。消されている記憶と関係があるんだろうか。思い出せない誰かがおるんだ。京介どうしたの、大丈夫？大丈夫、ちょっと頭痛がね。そういえばビルに忍び込んだあの時って僕とユウ以外に誰かいなかったっけ。多分いなかったと思うよ。ユウちゃんは覚えてない。実は私も曖昧なんだけど、でもいたとしたら町工事くんじゃないかな。町工事は確かこのお二人のグループに3人目で入ってきた感じだったよな。そう言おったな。なになに面白いとか言ってついてくること多かったです。好奇心旺盛だな。子供はそれぐらいの方がいいか。それもそうか。ユウも覚えていないとしたら単なる記憶違いかもしれない、あるいはデジャブだろう。写真撮影のためにユウに連れ回された経験と場所は結構多い。そのどれかと記憶がごちゃ混ぜになっているだけかもしれない。
なんであれさ、なんかカメラを持ってあちこち歩き回ったり、シャッターを切る瞬間の真剣さだったりを思い出してたんだよ、さっきのユウを見て。ふーん、そっか、そうなんだ。なんか嬉しいな。ユウは少し恥ずかしそうに口元を緩めた。ああ、こうさ、二人で一緒にいる時間っていうのがさ、永遠に続いてほしいなって俺は、このユウちゃんってキャラクターを好きな立場からしたら思いたくなってくる。でもなんで私、カメラだけは持ってたんだろう。クロノス世界が、このカメラっていうものは重要なものだと思っとんかもしれない。え？だって他のみんなは財布もスマホも持たずにクロノス世界に来ちゃったわけでしょ。なのに私だけデジカメだけは持ってクロノス世界に来てる。なんでかな。言われてみれば確かに、他に誰か最初から何かを持ってクロノス世界に来てたやつっていたかな。ユリアちゃんが人形を持っとるぐらいか。あ、道獄のパティ。そうよそうよ、道獄も他の人が持っていない何かを所持してクロノス世界で来ていた。彼女はちゃんとした理由は知らないけど、あのぬいぐるみをすごく大事にしていた。もしかしたらその人にとってのアイデンティティにつながるものだけは持ったままクロノス世界に移動してきたのかもしれないな。そういうところがクロノス世界にとっては重要なものかもしれない。アイデンティティ。アイデンティティってなんだっけ、聞いたことあるけど実際に辞書でどう載っとるかって言われたらさ、答えられる人ってあんまりおらんと思うな。なんかその人にとっての重要な役目とか使命とかそういう意味じゃないかなって、そんな感じで覚えとる人が多いんじゃないかな。わかりやすく言えば、その人を形作る上で不可欠な要素みたいな意味かな。東国がぬいぐるみ持ってただろ。あれ東国にとって大切なものらしいんだ。最初で最後のお父さんからのプレゼント。じゃあ私のカメラは私にとって大切で、私を形作る上で不可欠な要素ってこと。そうなるな。憶測だけどね。でもユウはカメラを大切にしてる、あながち間違ってはいないかもね。うん、そうだと思う。っていうか間違いなくそうだよ。そうだもん。今のユウちゃんを作っているのは京介くんで、それがカメラという写真というきっかけだったわけだからね。カメラは私にとってすごくすごくすっごく重要で大切なもの。カメラを始めたきっかけは本当に些細なことだったのにね。いつの間にかカメラはユウの中で大きな意味を持つようになった。今思ったけどユウちゃんシャツ一番上のボタンつけてないやな。あとリボンが意外になんかやけに緩く見えるやな。そうなるまでの過程を知っているからこそ感慨深いものがある。でも些細なんかじゃないよ。京介が写真を勧めてくれたから、私は自分に自信を持っていいんだって思えたんだよ。いつも比べられて、比べちゃって、そのたんびに勝てないなって思ってたお姉ちゃんが相手でも、カメラさえ持っていれば胸を張れるようになったの。だから全然些細なんかじゃない。京介がくれたきっかけで私は自分の世界が開けたんだもん。わあ、その胸にはいろんなものが、いろんな思いが詰まっておりますな。いや、おっぱいが大きいとかそういう問題じゃなくてね。そんな大げさな。事実は事実だよ。少なくとも私はそう思ってる。全部京介のおかげだからね。今更だけどありがとね、京介。わあ、こんな可愛い子がさおってさ、ありがとうねって目に向かって言ってくれるんだぜ。京介、お前は幸せ者だな。あ、うん。どう
いたしまして。ちょっと困惑した言い方。ユウの裏表ない笑顔、僕の心臓がほんの一瞬激しく暴れた。心拍数上がってる。ドキドキだな。さすがの京介くんでもドキドキだね。はぁ、あ、え、ちょっと待って、えほら、朝起きるとユウがいなくなっていた。ユウ、え、いや、うん、まさか3人目の消失者。どこだ。そんなことないような、出ていとるだけような。